こんばんはちゃんです。今回はね、ビリーザロード、こちらを紹介したいと思います。で、入ってくるのは10番のアストロスイッチです。でですね、こちら電源がここにあります。電源を入れます。こんな感じですね。でですね、まあ、ここにこれがあるんですけど、ここを押して外すということになります。でこれはね、このコードみたいになってるのは、ここ別に電気が通ってるわけじゃないです。で、裏からね、ここにね、アストロスイッチを入れます。じゃあもうね、アストロスイッチを入れなくても、これ遊べるんですけど、もうね、アストロスイッチを入れちゃいましょう。必殺技からいっちゃいます。こうセットして、この状態かな、ちょっと光強いな。じゃあいきます。ここら辺が、ね、光りますのでね、いきます。セット。こういう風になるわけですね。そしてここにあるボタンを押します。こういう風になるわけですね。もう一個ボタンを押しましょうか。一回のみですね、セットしてね。こういう風になります。でですね、アストロスイッチを入れないで次使うことができます。入れててもいいんですけどね、まあ入れずに。どんな感じか、今度はここにセットしていきます。順番にね。そしてボタンを押します。こういう感じになるわけですね。今度は真ん中。で一番上行きましょう。このフォーゼはね、ベルト以外のその武器でいうとこれが一番好きだな。でね、最後にアストロスイッチ、これですね。ヒート、ボタン押しちゃったらヒート、これね、こんな感じですね。今ちょっと早かったかな。もう一回行きましょうか。ここも上げといて。今回はね、ビリーザロード、こちらをね、紹介しました。それではまた。